まあ、火災とかだったらワンチャンそうなのか。しかしか。このトンネル80キロって怖いな。あ、でもだんだんスピードボンボンになってきてる。あ、なんかそば食いてるんだろう。ゆかちそば食う。もう食う。早いか。あ、でも言うても2時だ。千葉のゲーセンで遊ぼうかな。どうぞ。ちょっと俺湾岸線のルート分かったから楽しくなってきた。帰りも行っていいかも。まあどうぞ。ちょっとしんどいでしょ。そんな高くないんでしょ。多分都心の方だからそんな高くないの。同じ関東だし。くにょ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 、何だ何だ、何だこっち行くの。なんとチカルチャットのボックパンティショップパー。こっちの髪だからピクピクしてるの。あ、寝ちゃった寝ちゃった。安心してんだよ。おやすみ。あんたもその手も好きなんだよ。一緒に寝ようね。ちょっと困りますか。あー、かわいい。ベッドに置く用のヤグラも欲しいんだよ。昨日起きたのが2時って。びっくりした。相当疲れてたんだよ。私も相当疲れてたね。本当に肺が痛くてしょうがなかった。起こすよ。11時半に目覚ましセットしてたはずなの。多分一回起きてるはずなのに記憶がないんだけど、しっかり布団かけて寝直してたからやべえわ。いっそあのままもう朝まで寝ちゃえばよかったのとか思いながら。でも多分あれだと体痛くなるからやべえわ。暑いか。で、そろそろ海ほたるじゃない。まだまだ暑いし。なんか目が歌舞伎になってる。ちっちゃい時本当に歌舞伎みたいだったね。ここでピーって垂れてて、あれはあれで可愛かったな。涙焼けってやつなんだろうけど、あれ。そうだよ。だから知らんけど自然と治ってったんだね。ずっと不祥のあれなのかなと思って。私もまあそれはそれで別に気にしないからいいやと思ってたけど、まめに拭いてあげようと思ったけど、気づいたらあれなくなった。そう、可愛いお顔ちゃんになっちゃったと思って。フード、今の風土がいいのかもしれないね。うん、もしかしたらね、ちょっと高いやつだし。やっぱね、ご飯ってやっぱ値段に比例するよね。特にドッグフードとかあって、動物の食べ物の特に。待って、楽しい。人間の食い物高かろうが安かろうがあんま関係ねえけどさ、動物のご飯って結構値段に比例するもん多いよね。うん、高いだけあるなって多いよね。なんか契約 しなきゃいけなかった、あの変なドッグフードの安っぺーわけわかんない、まあ、あれはなんかだってあんまり体に良さそうに感じないもん。そういうことな。いろんなご飯を教えてもらえたのはやっぱりツイッターでこういろんなワンコさんたちとつながったおかげでもあるな。しかしよかったね。凍結してたっけ？してた。雪あったじゃん。ああ、
前って相当昔でしょ、それ。それ今年の1月か2月の話じゃない。そうそうそう。また行きたいけどね。あれはあれでなんか世界が良かったよ。夜は嫌だ。いや、雪の日はダメで、夜は。うん、昼だったらいいけど。それで帰るって言うんだったら、下道、違う道取って帰るぞって。乙女とも。ああ、またでもあの狐さんたちに会いたいな。可愛かったな、狐。行くのはいいけど。雪か。それこそもう、容疑は嫌だな。容疑は嫌だな、もう。いや、じゃあちゃんとだから本来行ってみようって言ったあのなんだっけ中丸ルートか中野だけ神社ルートでしょ。そう、あれのルートで行くべきだったんだよ。だから海ホタル見えるよ。いや、うっかりさ、あの違う、これ海ホタルで渋滞したわけじゃないの。うっかりさ、大の字ルート行かなきゃよかったな、あの時な。どこでこれ、あ、解消されてる。登山の中でルートで失敗したら妙義の何もんでもね。あ、本当にこれ海ホタルで渋滞してたの。うん、海ホタル渋滞でしょ、これどう見ても。うーん、近づいてきたよ、ようやく。でもなんか解消されてんじゃん、気づいたら。赤い、赤くらくらってるじゃん。Uターンできんのかな、じゃあやろうと思う。さあ、そういうわけでもないの。多分できないでしょ、さすがに。だってそれやったら不正できちゃうじゃん。不正ってことでもねえか、別に金は変わんないから。それやったら事故のもとになることないでしょ、多分。まあ、これをちょっと入り組んでんだ、そうしたら。急に明るくなるから目が。私も目が。あ、やっぱ左の方だったね。
物なんじゃないのって思うぐらいなんか